はい、どうもこんにちは、ダッカキッチです。さあ今日はですね、先日僕のねライブで盛り上がりました、種族に対するねイメージ、こういう種族はこういうイメージだよね、こういうことするとちょっとがっかりするよねっていうようなね、話で盛り上がりました。そこで今日はね、それをね動画にしたら面白いんじゃねえかと思い、ツイッターの方でねこのような募集をしました。種族のねイメージってどんなのがある、こういうことしたらイメージがどんな風に下がるっていうことをね募集しましたら、何人かね答えていただいたので、それを含めて、高吉のね個人的なね主観と偏見もございますがね、今日はねそれをご紹介していきたいと思います。はい、まず最初はドワーフなんですが、ドワーフ男とドワーフ女の子って種族は一緒なんですけど、実はかなり差がありますよね。イメージに対して。ドワオはね、結構嫌われ者っていうイメージなんだよね。例えば、メギストリスで討伐をもらいに行こうとしても、ドワーフ男禁止だとか、緑チャットで募集も、ドワーフ男 NG っていうね、謎の迫害をちょっと受けてるんですが、こんなにね、愛らしく可愛らしい、しかもね、こんな耳がピクピク動いてね、愛らしいキャラクターなのにね、迫害を受けてる。でも最近はなんとかまだまだね、ドワーフはね、人気を取り戻してきましたけども、に対して、ドワコって、すごくね、今や人気急上昇のね、キャラクターですよね、種族ですよね。以前のようにはね、禁止とかないんですけども、でも、あれだよね、嫌われてましたよね、ドワーフ。ドワーフ男のイメージって、バトルとかもそつなくこなして、雰囲気をすごく大切にするっていうイメージだよね。なんか、パーティーの空気が悪くなったらボケたり、みたいなね。そんななんか、こう、おとぼけキャラっていうか、そんなようなイメージですよね。声が多かったのが、ドワーフ男なんですが、はい、こちら、ドン。とにかく優しいし、陽気。っていうね、イメージらしいです。そして、こんなコメントもいただいてます。ドワオはムードメーカー。真面目は面白くないです。真面目になっちゃいかんのかい。とにかく、ドワーフは、場をこう楽しませないと、ダメと。ムードメーカーなんでしょ、あんたはと。ね。こういう時には、あんた、ボケるのが、あんたの役目でしょう。ねえ、そんな真面目な顔して、話しちゃダメですよ、みたいなイメージついてんのがね。とにかく、ドワーフ男でやる方は、ムードをね、こう、空気を読んで、ボケてね、面白い話をしてください。はい。ドワコ、なんですけども、こちら。ドワコ愛が強すぎる。強いよね、確かに。僕思うんですけど、僕も、ドワーフの女の子って、すごく種族を大切にする子が多いよね。で、ドワコとしか組まないの。そう、それも僕思う。ドワーフの女の子って、ドワーフ同士すごくね、女の子仲いいんだけど、それ以外の方は、おい、何入ってきてんだよ、バカ野郎、みたいな。入ろうとすると、そんな、あっち行け、みたいな空気感が流れるような雰囲気ね。うん、イメージ的には。とにかく他の種族を、参入を許されない。ドワーコは、ドワコだけなんだ、ドワコの王国だけなんだ、っていうなんかね、イメージだよね。もちろんね、違う、中には違う人もいるけどね、それはもちろん。全種族そうなんですけども。イメージが、そうだね、ドワコとしか組まないっていうね、なんかね、種族愛が強い、ね、他を受け付けないようなイメージですよね。はい、次は、エルフとなっております。アストルティアのね、1位、2位を争う。いや、エルフというよりは、エルフ女の子がですね、1位、2位を争うほどの人気種族となっております。こちら、ドドン。確かにね、これ僕ね、自分のキャラだけどめちゃくちゃ可愛いと思う、もう。いやー、某あれですよね。僕の大親友のね、ブロガーさんに、ね、似てますよね。これ可愛いっていうことで。めちゃくちゃ人気ですよね。とにかく、エルコを見たら、はい、男性キャラの種族はとにかく寄ってくっていうね、そんなイメージなんですよね、エルコって。ノアに対して、エルフ男の子ってあんまり種族見ないよね、エルフの。いや、見るけど、たまに見るけどね。うん。そんなね、エルフのね、はい、イメージがこちら、ドドン。
L を真面目なイメージ、裸で性守護者するとストレスが心配になるっていうね、まあイメージがあるみたいです。まあ僕もね、すごくね、L をに対してすっごい真面目なイメージがありますね。生真面目、肩の力を抜いた方がいいんじゃないのっていうぐらい真面目なイメージですね。うん。に対して反面、もう一つのね、エルフのね、僕イメージ持ってるんですよね。結構ね、ズバズバ言うっていうイメージかな。こちら書いてあります。ドドン。はい。厳しいし、ガチすぎて、野良揉める原因っていうね、イメージがあるらしいです。例えば何かしてほしいとき、雨だとか、まあそういった単語をよく使うようなイメージかな。うん、先頭になんかハングリーっていうイメージなんだよね。エルフ男の子って。っていうようなね、両極端なエルフ男の子のイメージです。で、エルコがですね、こちら。まあ、エルコのイメージはもうほんとね、僕はね、ガチすぎる人が多いっていうイメージ。とにかくエルコが来たら、ちょっと空気がピリッとするっていうか、こう、部活動で友達とワイワイこうふざけながら喋ってて、その時に先生が、おい、何やってんだお前らとか言って入ってきたのがエルコみたいな。ね、ピシッと空気が締まるみたいな。まあ、そんなようなイメージですね、エルコは。はい、こちらイメージ、ドドン。無言だけど強い。うん。まあ、まさにそうだろうね。ガチ勢ってイメージがするんだよね、エルコって。すごいなんか、ノラでこう誘うのも、実はエルコだとためらうんすよね。怖そうだなっていうイメージが。うん。まあ、なんか言われそうだなっていうイメージがするんだよね。で、こちら、はい、ドドン。エルコが男言葉を言う。ネカマやオジでも女の子になりきる人が多いですが、合ってるかどうかはわかりません。何々にゃんとかさ、そういうなんか可愛らしい言葉を使うのが似合うキャラだよね、エルコって。ただ、それが男の言葉を使うと、まあ、イメージダウンっていう感じなんだろうね。まあ、中身オジだろうが、エルコを使うんだったら、ちゃんとなりきって最後までネカマを演じてくれっていうようなね、イメージなんでしょうね、エルコは。はい、次、ウェディなんですけども、こちら。まあ、ウェディね、かなりモテモテですよね。もう、ツイッターの方とかでもね、大体ね、ちょっと声かけられてうざいんですけどって言われるのがね、バンと相手見たらね、ウェディ男っていうのがね、パターンが多いんですけども、はい、そんだけね、アストルティアの百獣の王と呼ばれた、このウェディさんなんですけども、実はウェディ女の子に対してあんまりないんですよね。まあ、一件あったのが、こちら、ウェディ女の子は、楽しい&ドレアがおしゃれ。確かに、ドレアはおしゃれ。うん。だし、僕のイメージは、ウェディは、楽しいことがあれば嬉しいっていう感じ？うん。楽しいことがあればいいよ、なんでもいいよって。ただなんかつまらないとそっけないっていうイメージなんだけどね。そして、なんか、誰かの後についてくっていう感じなの、イメージなのかな？ウェディ女の子は。常に後ろからついてって、みたいな。なんか、人見知りっぽいような雰囲気を出すよね。ウェディの女の子って。で、仲良くなったらすっげえ仲良くなるみたいな。喋る行こう、みたいな。そんな感じのウェディの女の子のイメージなんですけど。まあ、対して、男の人はすごいね、まあ、僕のライブ中でいろいろちょっとね、コメントあったんですけど、と、今回ツイッターで募集した時にね、まあ、ウェディに対してはね、なかったんですね、あんまり。まあ、一件やったのがこちら、ドン。ガチすぎて怖いか、すごく優しいかの両極端。っていうね、イメージがあるらしい。いや、本当にね、ウェディはね、あ、確かに、ウェディの男の子、ガチすぎるっていうイメージ。ただね、僕ね、見極めたんですけど、これ、今、高吉のこの目。これね、なんかね、この目してる方って、楽しく遊んでいけばいいや、みたいな感じ。とにかく楽しいことがあれば、なんでもいいや、ウェイっていうイメージなんだよね。こういう目のしてる人って。に対して、こう、なんだろう、キッとしてる目あるじゃない、ウェディのしてる人。ああいう人がすっごいガチなタイプ。無言で、こう、バトルとかでもサクサクやって、まあね、ダメージとかもね、的確にダメージを入れて、ね、差し込んでダメージを入れてっていうようなね、すごい腕が上手い人っていう、このキリッとした目がね、イメージですね。で、そこでちょっと、まあライブ中のコメントでもあったんですけど、ウェディがバトルが下手だとちょっとショックとかっていうイメージが、まあ確かになんかそのガチ勢のイメージがウェディついちゃってるから、すごくなんかもう、ちょっとバトルがこうね、おろってなると、
みたいな残念みたいなイメージになっちゃうんでしょうね。なんでウェディ男をもし種族としてね使うっていう方がいればね、バトルの方はねすごく期待されてるんでね、その期待にプレッシャーに負けないでね。はい、次オーガなんですが、オーガね結構ねいいことを書かれてました。っていうよりはオーガというよりはオーガ男の方だね、よく言われてるのは。まあ、ただオーガの男って少ないよね。っていうのは、見た目とか走り方とかが嫌で人間になってる方っていうのが多いんだよね、オーガ男って。に対してオーガ女の子っていうのは何にもちょっとなかったんですよね。まあ、何にもなくはないんですけど、一見こちら、はい、ドン。優しくて親切っていうね、イメージがあるみたいです。僕のオーガの女の子のイメージは、クールっていうイメージなんだよね。で、チャットもね、あんまりしないのかなっていうイメージかな。すごくね、なんか、なんだろう、人見知りなのかなっていうぐらいね。で、別に仲良くなったなと思っても、あんまりチャットをね、してこないっていうイメージなんですけどね、オーガ女。で、オーガ男の方なんですけども、こちら、はい、ドン。小顔さんは優しく任しとけって言いそうな感じ。ドレアはスーツや鎧をバシッと着こなす。人間に男になってる人はオーガ男多いイメージもある。っていうね、まあ先ほど言っていましたよね。まあオーガ男、人間になってるイメージ。やっぱりね、オーガの男ってがっちり体型してるから、鎧とか、まあなんだろう、スーツとかって着こなしがすごいんだろうね。頼りになる。うん。こちら、オーガ男。優しいけど厳しいっていうイメージらしいですね。壁とかしてても、すごく頼りになる兄貴っていうイメージなので、オーガ男。なので、すごいバトルではね、すごく安心感があるイメージですよね。オーガ男。なんですけども、イメージ、逆にね、こういうイメージもあるみたいです。ドン。はい。オーガ男の方でな、ネタなんでしょうけども。女装みたいなドレアだとあれです。あれってなんだよ、あれって。あれってあれですか、あれで。ネカマで女言葉使ってたりしたらかっこいいイメージが崩れる。とか、勇ましい装備で固めた小顔の第一声が赤ちゃん言葉。こうやってね、鎧装備して、がっちり頼れる兄貴だぜとかって思ってた瞬間、バーブーいくらちゃんでしゅーっていきなり言われたらちょっと引くよね。そうだよね。オーガのやる仕草、ご機嫌、事故、変態、地獄絵図などの表現しかない、買って初めて後悔した仕草。こちらの方はオーガの男なんだけど、ご機嫌をやった瞬間泣いたんだろうね。まあちょっとね、やっぱり先ほどの、オーガのイメージね、かっこいい頼れる兄貴のイメージが、ちょっとこんな可愛らしい仕事をしたら、ちょっと引くかもしれないよね。これはやっぱりあれでしょ。やっぱり、オガコとか、やったらめちゃくちゃ可愛いんだよね。可愛いよね、オガコがやると。そして、女装してる人がガチ。まあやっぱりあれなんでしょうね。今流行ってるもんね。流行ってるというか、何人かちょいちょい見ますよね。僕のリスナーさんでも、オーガのとこで女装してる方いますけども、流行ってんだろうね。ネタなのかな？なんかあれじゃない？マツコデラックスとか、カバちゃんとか、みたいな、そんなような感じじゃないですか。まあ本人は真面目にやってて、ネタとしてもやってるとは思うんだけどね。でも私は男性こんないかつい見た目のインパクトあるけどね、女装してるわよっていう堂々と。まあ、なんだろう、堂々とおかましてるっていう感じだよね。やっぱりこんな勇ましい兄貴っていう感じな、オーガが女装して、バーブー、タラちゃんでしょ、はーいって、こんな風な姿をやったら、ショックなんだろうな。はい。あれ、ちょっと、オーガ女ないんですかって。高木ちゃんって。はい。オーガ女は、最高です。はい。なんといっても、こちら、ご種族、最後、プクリッポ。まあ、ドラゴンクエスト10のね、マスコット的存在な種族、プクリポちゃんなんですが、僕のプクリポのイメージって、一番最初の初期のドラゴンクエスト10って、のプクリッポのイメージって、ちょっと何考えてるかわかんないよう的な、言葉ではいいこと言ってるけど実は裏で、みたいな、そんなイメージのプクリッポだったんですけども、割かしね、最近っていうか、
見事にね、プクリポがね、まあ、先ほど言ったアストルティアでもね、1位2位を争うエルコちゃんと同じく、すごく人気なキャラで、誰でも彼でもね、プクリポはね、サブキャラに1体いるっていう感じなので、まあ今のところはね、今現在のプクリポのイメージはただ単に可愛いからね、プクリポ。可愛いマスコットキャラとして使ってるっていう方はね、多いと思うんですよね、サブキャラで使ってても。そんなプクリポの皆さんのイメージなんですけども、まあ、プクリポの今はイメージとしては、ちょっといきなり汚い言葉をいきなり使われるとちょっとね、ええー、って思っちゃうよね。そんな可愛らしい姿からそんな言葉が出てくるの？ええー、みたいな。そんな感じなプクリポなんですが、まあ、皆さんの意見はね、こんな感じ。プクリポあんまいなかったんだよね。プクはシャレというか、周りを楽しませながら自分も楽しむのが上手。私はプクだけど苦手。そう、プクちゃんはワイワイ楽しむっていうイメージだよね、群れて。先ほどのドア子と一緒で、種族愛がすごく強いのよね。プクちゃんはプクちゃん同士で集まってワイワイキャッキャしながら座ってなんか遠足ごっこしてるイメージだよね。ただそこで違うのが、他の種族も別に受け入れるっていうイメージなんだよね。ちょこんと座って、あ、おいでみたいな、楽しいね、みんなに喋りながらワイワイするのとかね、お花畑でね、こうくるっとね、こう、ま、円を描きながらね座ってるイメージなんですけども、はい、こちら、プクリポ男、気さくで楽しい。特にプク同士だととってもフランク。まあ、種族愛が強いですからね。はい、プクリポ女の子は自我が強い。自我が強いかな。まあ、そんなプクちゃんのやっぱりイメージは、暴言を吐いたり、こう、汚い言葉を使うとちょっとイメージダウンっていう感じなのかな。なので、プクを使う人はね、可愛らしい言葉を使ってね、みんなと一緒にね、輪になって、ね、手をつないで遊んでくださいね、プクリポ。はい、最後に人間なんですけども、まあ、正直イメージがあんまり湧かないのかな。基本的にはもともと何かの種族が嫌で人間になってるわけですから、そういうイメージがつきにくいよね。ただね、人間幼女の女の子、僕的にはガチなイメージがある。ガチガチな、バトルガチ勢っていうイメージがあるね。人間男の子もあれだな、人間男大人もなんかあれだな、ナンパするっていうイメージがあるのかな、僕的には。でその中でコメントをいただいたのが唯一、はい、ドン、おしとやかじゃない人間女の大人は嫌ですね。これ人間女の人は全部おしとやかのイメージなのかな。これ多分好みなんだろうね。人間女の大人はちょっとおしとやかにしといてくださいねっていう好みなんだろうね。うん、まあ一部ね、イメージ的には、精霊を着て、両手剣して、こう、ゆらゆらゆられる仕草をしながら、僕バドですよっていう人だと、ちょっと空気が読めないような感じの方かなと思う。まあ人間全般じゃないですけどね、そういう特殊なイメージですけどね。特に人間になってるからってイメージはないけどな。はい、っていうことで今日はですね、種族に対してのイメージの動画でした。あくまでも個人的な主観とね、偏見が入ってますんでね、皆さんが皆さんではないっていうことはね、もちろん存じておりますのでね、それだけね、ちょっとご了承ください。あくまでも一部の種族のイメージっていうことですね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。